ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙夏も本番ね、毎日暑いわ。そうだな、夏本番なんだぜ。でも夏になったらみずみずしい果物がさらに美味しくなるわ。そうだな、それじゃあ美味しい8月が旬の果物について解説するぜ。全部ごくごくするわよ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してほしいんだぜ。このチャンネルの内容をまとめたブログを解説しているので、動画概要欄から遊びに来てね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は8月が旬の果物についてゆっくり解説するぜ。果物ごくごく。まずはパッションフルーツだぜ。パッションパッション。パッションフルーツの旬は6から8月の間であり、この頃になると国内で収穫されたものが出回るんだ。パッションフルーツの食べ方は半分に切って、スプーンですくって食べる方法があるんだ。噛まずにそのまま食べればゼリー状の部分と、酸味と芳醇な香りを味わうことができるんだ。他には中のゼリー状の部分を裏ごしして、ピューレにしたり、ゼリー、ムース、シャーベット、ジュースにもできるんだ。食べたことないから助かるわ。そんなパッションフルーツ1個の加食部 37g あたりのカロリーは 24kcal なんだ。100g あたりだと 64kcal になるんだぜ。パッションでパッションよ。パッションフルーツに多いビタミンには、ベータカロテン、ナイアシン、ビタミン B6、葉酸、ビタミン C なんだ。栄養がいいパッション。そしてパッションフルーツの酸っぱい成分はクエン酸であり、クエン酸には疲労回復効果があるんだ。そうね、疲れたら酸っぱいものが食べたくなるし、暑い日でも酸っぱいものなら食べやすいわ。疲労回復パッション。クエン酸には筋肉にあるブドウ糖の貯蔵庫であるグリコーゲンを貯めるのを助ける働きがあり、エネルギー不足を防いでくれるんだ。さらにはブドウ糖からエネルギーを作り出す酵素の働きを正常に保つ働きもあり、エネルギーを作り出すのも助けてくれるんだぜ。パッションフルーツでファイヤーパッション。まったく霊夢は暑苦しいんだぜ。次はスモモだぜ。スモモプリプリ。スモモの旬は6から8月の間であり、品種によっては9月にも出回るんだ。なのでこの時期がスモモが美味しく安いんだ。スモモはみずみずしいわよね。それで酸味もあって好き。そうだな、スモモは水で洗ってそのまま皮ごと食べることができ、皮にも栄養が多いから皮ごと食べてほしいな。生で食べるならヨーグルトと一緒に食べたり、ジャム、シャーベット、スムージーにするのもいいんだぜ。そんなスモモ1個 130g あたりのカロリーは 57kcal で、カロリーが低いんだぜ。カロリーが低いのね、プリプリ。スモモに多いビタミンには葉酸があり、少し多いビタミンにはビタミン E があるんだ。ビタミンはそんなに多くないのね。でもスモモには酸っぱい成分が含まれており、パッションフルーツ同様疲労回復効果があるんだぜ。スモモも元気になるのね、パッションパッション。スモモなんだぜ霊夢。それでスモモにはプルーンがあるわよね。そうだな、プルーンは西洋スモモもしくは、西洋スモモを乾燥させたものやペースト状にしたものなんだ。そんなプルーン1個 63g あたりのカロリーは 31kcal で、多いビタミンにはビタミン E と葉酸があるんだ。そしてプルーンにはペクチンという食物繊維があり、欧米では便秘解消の果物としてプルーンを食べることもあるんだ。プルーンでブリブリしちゃうのね。それでプルーンと言ったら鉄分よ、貧血予防にはプルーンよ。実は霊夢プルーンの鉄分の量は多くなく、プルーン 100g の鉄分は 0.2mg であり、キウイ、バナナ、イチジクの 0.3mg よりも低いんだ。たとえ乾燥させて鉄分が 1mg になっても、干しあんず、干しぶどうの 2.3mg よりも少ないんだ。え、少なかったの？でもプルーンにはクロロゲン酸が含まれているんだぜ。クロロゲン酸とはコーヒーに含まれているポリフェノールで、肝脂肪、糖尿病の予防効果があるんだ。そして脂肪をエネルギーに変えるのを助ける働きもあり、運動をしている人にはおすすめな成分だな。じゃあプルーンでブリブリダイエットよ。まったく今度はブリブリうるさくなったんだぜ。最後はシークワーサーだぜ。シークワーサー、沖縄の柑橘類よね。そうだな、シークワーサーは沖縄から台湾にかけて自生しているみかん科の果実で、シーは沖縄の方言でオス、酸っぱい、クワーサーは食べさせるものという意味なんだ。シークワーサーはカボスほどの大きさで、まだ未熟な状態で収穫されるんだ。レモンのような爽やかさがあり、沖縄では刺身、焼き魚にかけたり、酢の物、鍋の中に入れたりと、すだちと同じように使うんだ。
他には絞ってジュースにしたり、その果汁を焼酎やウイスキーに入れて飲むのもいいんだぜ。お酒に混ぜるのもいいのね。ちなみに完熟したシークワーサーは酸味が抜けているので、甘さを感じやすくなっているんだ。そんなシークワーサー 100g あたりのカロリーは 25kcal で、少し多いビタミンにビタミン C があるんだ。カロリー低いけどビタミン、ミネラルは多くないのね。でも酸っぱい成分であるクエン酸が含まれているんだぜ。シークワーサーも疲労回復になるわ、パッション。さらにシークワーサーにはノビレチンというフラボノイドの一種が含まれていて、血糖値や血圧の上昇を抑える、肝抑制効果が期待されているんだ。そしてノビレチンは皮に多く含まれているので、絞るときは皮もぐっと絞ってほしいんだ。皮もぐっとするのね、またエスペリジンという柑橘類に多いポリフェノールも含まれているんだ。ヘスペリジンには体内で使われ使用できない酸化型ビタミン C を、また使えるよう還元型ビタミン C に変換する働きがあり、体内で長くビタミン C を使えるようにしてくれるんだ。そうなの、じゃあビタミン C でお肌ピチピチになるわ。この効果のおかげで、ビタミン C がコラーゲンを生成してくれ、毛細血管が新しくなるんだ。そのおかげで手足に多くの血液が流れるようになり、手足の冷えが軽減するようになるんだ。それじゃあ冬のお鍋にシークワーサーを入れるのもいいわね、夏も冬も美味しく食べるわよ。そして抗酸化作用もあり、生活習慣病や老化を防いでくれるんだ。冬には温かいレモネードをレモンではなくシークワーサーに変えて、ポカポカ温まるのもいいと思うぜ。夏が終わっても楽しみが増えるわ。霊夢は春夏秋冬を食べることを楽しんでると思うんだが。そうよ、春は食欲の春、夏も食欲の夏、秋はもちろん食欲の秋、冬も食欲の冬よ。まったく霊夢はやれやれなんだぜ。それじゃあシークワーサー買いに行くわよマリサ。それじゃあ買いに行こうか霊夢。シークワーサー、パッションパッション。どっちの果物を買うんだぜ。さあ買ってきたわよ。サーターアンダギー。違うんだぜ。何言ってんのよ、同じ沖縄料理だからいいのよ。全然良くないんだぜ。そしてこれも買ったのよマリサ。何買ったんだぜ。沖縄チンスコーフラペチーノよ。またそんなもの買ったのか。そんなものって何よ、これも沖縄の伝統菓子なのよ。フラペチーノは伝統菓子じゃないんだぜ。もういいじゃない沖縄チンスコーフラペ。ああ、名前が長いわ略して、チンフラ。いやあ、何言わせてんのよマリサ。自分で言ってるんだぜ霊夢。あ、チューチュー、お上品な格好をしているわ。上品なチューチューに訳し方を聞いたらいいんじゃないか霊夢。そうねチューチュー、沖縄チンスコーフラペチーノのお上品な訳し方はあるかしら。え、何言ってるのよ、私ネズミ語わかんないからまんじゅう語で言ってちょうだい。え、わかんないわよ。え、チチュンチチューチュー、チチュンチチューチュー。霊夢、いくらなんでも品がないんだぜ。何言ってんのよ、チチュンチチューチューよ。もう霊夢はお嫁に行けないんだぜ。もうマリサチンを泣かすなんて何兄か。霊夢軍曹が鬼の霊夢軍曹に。まったく騒がしいなりな。みんな私お上品なのよ、チチュンチチューチュー。変態だ兄。霊夢軍曹のご乱心だ。なんとこれ以上ないほどの品のなさ、そなたはチンの前に現れる資格などないなり。失礼ねあんた。視聴者のみんな、私超お上品なのよ、沖縄チンスコーフラペチーノ略して。チチュー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 。チチュー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 。